たものをこの、まあ、全部変えてですね、はい、あの変えたらそのいい方向に向いたっていうところだと思うんですよ、はい、だからその、体がちょっと変わったとかじゃなくて、本当精神的な部分で解放されたというか、はい、そういう部分の話を今本人はしてましたよね。あ、やはりあれですか、この一緒に食事とかして話してても昔とやっぱり相当変わってきましたか。いや、やはり僕も疑問に思うわけですよ、その何が3月から変わったのかというところをね、はい、でそういう部分でね、だいぶ変わったっていうような話をしてましたね。なるほど。あのもう一つ、あの最近ちょっと笑ったように見えるあの表情については何か話してますか。それは知らない。それは知らない。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、記者の里ですが、残念ながら何も今日も語ってはくれませんでした、はい、ちょっと質問の仕方も悪いかもしれません。いやいやいや、多分それはゲーム担いでるかもしれませんね。そのような感じですね、という藤原アナウンサーのリポートでした。土俵上は角番の釣りの口ですけれども、西のリポーターは佐藤アナウンサーです。佐藤さん、はい、昨日初日を終えた感触というのはどんな感じでしょうか。そうですね、まあまあではないでしょうかということで、はい、表情を見てるとかもなく不可もなくというところかなというところですね、あの一気に持っていきたかったんですけれども、止められてしまったというところですね、はい、あのただそれでも怪我で休場をして以降ですね、場所前の稽古としては、はい、場所前が一番できましたということですから、やってきたことが自信につながるような相撲を取りたいと、そのためにはもっと踏ん張って一気に前に持っていく、そういう相撲が出てくればということで、強い方に本人も期待をしていました。はい、昨日も、まあ、左四つ、まあ、受け止められてしまったという話がありましたけれども、その後右四つ左上手に変わってからも寄り切りました。